しかし、召喚って強いけど、回数制限や消費 MP がネックだよな。突然どうしたの？ FF7 の魔法はうまくバランスが調整されてるなぁと思って。召喚も他の魔法も、強力ゆえに何度も使えないようにしているようね。連発して無双したいのになぁ。あら、回数を気にせず使える強力なマテリアがあるじゃない。そんなのあったっけ？敵の技よ。ああ、確かにあれなら MP さえあれば何度も発動できたな。だけど、召喚に匹敵するような技なんてあるっけ？マリサは敵の技、あまり使ってないのかしら？もったいないわね。うまく使えば、召喚や魔法マテリアが必要なくなるくらいのポテンシャルを秘めているのに。そんなにか？どんなものがあるのか知りたいぜ。じゃあ絶対に覚えたい強力な敵の技を紹介していくわ。本当にそんなに強いのかな？それじゃあ、ゆっくり見ていってね。まずは、全体攻撃が役立つマトラマジックよ。これ、かなり最初の方で覚えられたよな。ミッドガルを出てすぐのフィールドで、スイーパーカスタムから覚えられるわ。一番最初に覚えられる敵の技なんじゃないかしら。そんなの、ファイアとかケアルみたいな怪魔法と同じくらいの威力しかないんじゃないのか？甘く見てもらっちゃ困るわね。マトラマジックはバイオより威力が高くて、ミッドガルエリアの敵は一発で一掃できるくらいの威力を持っているのよ。一掃はすごい。しかも無属性攻撃だから、敵を選ばないわ。無属性攻撃って中盤以降に覚えるイメージだけど、長序盤で出てくるのはありがたいぜ。でも、さすがにバイオよりは弱い気がするけどな。毒戦法は強いぞ。毒戦法ももちろん強いんだけど、単体攻撃なのがネックね。そうなんだよ。攻撃魔法も回復魔法も、基本的に全体化マテリアがいるもんな。しかも、マテリアで全体化すると余ダメージが3分の2に減るというデメリットがあるわ。マトラマジックは初めから全体化されているからその心配は無用ね。全体攻撃なのは、かなり強みだな。序盤で全体攻撃ができるのは召喚魔法かリミット技くらいだから、かなり貴重なのよ。全体化マテリアは回数制限があるけど、敵の技なら打ち放題じゃないか。その通りね。消費 MP も8だけだからコストがいいわ。これで全体攻撃をすればマテリア数も節約できるかも。全体化を外した分、他のマテリアを装備できるというメリットがあるわね。地味にありがたいな。育てたいから外したくないという人も多いとは思うけど、マトラマジックが序盤に有用なのは分かったけど、結局ファイラとかの注意魔法を覚えたらお役御免だろ。進め方にもよるけど、ラケイ魔法を覚え始めるのは大体コレルあたり。ってことはコレル以降は必要なくなるってことだな。そんなことないのよ。注意魔法は基礎攻撃力20と、単体ならマトラマジックの倍も強いけど、全体化だと回数制限があるし、MP も20に消費するからね。大体3倍の MP を消費するのか。全体化したら基礎攻撃力が13くらいに下がるのもネックだし、3倍の消費 MP で 1.5 倍ほどのダメージしか出せないのかよ。そうなるわね。それならマトラマジックを2回使った方がダメージを出せそうだわ。侮ってたぜ。なんだかんだでゴンガガエリアくらいまで、敵全体の HP を削るのに役立つわ。初めて覚える敵の技が、こんなに長く使えるなんて思いもしなかったぞ。敵が単体だったり、弱点属性を考慮すればもちろんラケイも強いわよ。適材適所ね。状況次第ってことだな。というわけで、序盤から無属性全体攻撃ができるお得技、マトラマジックの紹介だったわ。次は、序盤からラスボスまで使える、ホワイトウィンドの紹介よ。あれ？セブンにも登場してたっけ？使用者の残り HP 分、パーティー全員の HP を回復してくれるわ。じゃあ、ケアルみたいにレベルが上がるにつれ回復量が足りなくなるってことがないのか。そういうこと。序盤からラスボスまで使える息の長い回復技ね。回復マテリアが必要なくなるぞ。しかも、セブンのホワイトウィンドは状態異常の回復までしてくれるのよ。なんだって。死の宣告や、悲しい、怒り状態以外の不利な状態以上は全て回復できるわ。エスナも必要なくなるじゃないか。エスナを覚えるには AP が1万2000も必要だから、使えるようになるのは遅いものね。回数制限もないし初めから全体化されているから、ケアルどころかケアルガすら必要ないわ。回復と治療マテリアがいらない存在になってしまう。単体の HP を全開にするフルケアもね。全体化できないし、MP を99も消費するのよ。ホワイトウィンドはどれくらい消費するんだ？34ね。ケアルラよりコストはかかるけど、同時にエスナもかかると思えば安いものだわ。序盤ではちょっと大きい数字だな。あれ？でもこれって序盤で覚えられるのか？ジュノンエリアに出る、ゼムゼレットからラーニング可能よ。ジュノンの街周辺か？覚え損ねてたぜ、無念。初見プレイではラーニングできないのも仕方ないわ。なんでだ？レアモンスターだっけ？エンカウント自体は普通にできるけど。
操るマテリアがないと覚えられないのよね。え、なんでだ？ホワイトウィンドは回復技だから、クラウドたちには仕掛けてこないでしょ？あ、そうか、敵の技マテリアを装備したキャラが技を受けないといけないのか。そうそう、操るでパーティーに技を仕掛ける必要があるのよ。うわぁ、全然気がついてなかった。操るマテリアを初めて手にするのは、ケットシーが仲間になった時だから、加入後すぐにジュノンへ戻った人も多いでしょうね。今すぐジュノンエリアへ行ってくる。ゼムゼレット以外にも、竜巻の迷宮で出会うウィンドウィングからもラーニング可能なんだけど、操るじゃなく混乱状態にさせないと覚えられないのがネックね。しかもディスクに行こうか。序盤に覚えてなんぼだよな。そうね。竜巻の迷宮はクリア後二度と入れないし、ゼムゼレット一択だな。そうそう。この技はかなり優秀だけど、使い方を間違えると効果を発揮しないから気をつけて、全体回復として、ケアルガの代わりに使えばいいんじゃないのか？使用者の残り HP 分しか回復しないわけだから、強力な全体技を食らった後だと、ほんの少ししか回復できない事態になるわ。確かに。タイミングを見誤らないようにしないといけないな。HP に余裕があるうちにこまめに回復する、これがホワイトウィンドの使い方ね。よくわかったぜ。ちなみに、スペシャルな使い道もあるわよ。え？回復だけじゃないのか？アンデッド系モンスターに使うとね。あ、回復技だからダメージを与えられるんだな。ええ、残り HP が高ければ高いほど大ダメージを与えられるし、さらにすごいことに、あらゆる状態異常を付与できるのよ。どういうことだ？状態異常の回復ができるでしょ？アンデッドには逆に状態異常がつくのよ。ええ、そんなのありかよ。耐性さえなければ石化してしまうから、一発で倒せるわ。石化すると敵は戦闘不能だもんな。これ、バランスブレイカーになり得る裏技じゃないか？セブンはアンデッドのモンスター自体が非常に少ないから、そこまでの恩恵はないのよ。コスモキャニオンで戦う義足の亡霊や、ボスのギナ叩くにおすすめね。十分だろ、早くラーニングしに行こうっと。というわけで、HP 回復と状態異常を直す一方、敵には状態異常を付与する一石三鳥な敵の技、ホワイトウィンドの紹介だったわ。次は、ボス戦必須の補助技、マイティガードよ。バフをかけてくれる技だったっけ？5とかにも出てきたような。セブンでは、バリア、マバリア、ヘイストをパーティー全体につけてくれる技になっているわ。すごい、さすがにこれは中盤以降のラーニングだろうな。ヘイストの時間マテリアや、バリアマテリアの入手より先に覚えられるのよ。え？そんなことある？先に上位互換の技を覚えてしまうことで、この2つのマテリアの存在意義が地に落ちたわ。こんなチート級の技を序盤に覚えられるのか？来れるエリアで覚えられるわよ。嘘だろ？嘘みたいだけど本当。ビーチプラグというモンスターからラーニング可能よ。エンカウントしたことあったかな？来れるエリアかゴールドソーサーエリアの海岸にしか出ないから、戦ったことない人もいるかも。わざわざ海岸を歩かないぞ。それでも歩いた人だけがラーニングできる、ご褒美みたいな技ね。補助系の技だから、ホワイトウィンドみたいに操らないといけないんじゃないか？その通り。だから覚えられるのは最速でケットシー加入後よ。早く知りたかった。ただ、時間の流れを早めるヘイストがかかることで、バリア、マバリアがものすごいスピードで切れるのよね。それは痛いぞ。かけ直すにも、消費 MP が56もあるのが難点よ。56って、崖魔法レベルだろ？そうなのよ。ファイガなどの上位攻撃魔法の消費 MP は52だからね。高すぎる。だけど、ヘイストの消費 MP は18。バリアは16でマバリアは24。合計で58か。あれ？マイティガードの方が低いぞ。一つずつかけようと思ったら3回も行動しないといけないし、MP もさらにかかるから、一ターンで解決するマイティガードの方がコスパがいいかもね。そうなのかな。マリサはウォールという魔法は覚えたかしら？まだ覚えてないな。これは、バリアのマテリアを星4まで育てると覚えるもので、バリアとマバリアを同時にかけてくれるんだけど、おお、そんな魔法があったのか。消費 MP は58もかかるのよ。マイティガードの方が低いじゃん。そうなのよね。少なくともウォールよりはコスパがいいわ。結局ボス戦はヘイストをかけて手数を増やすし、そもそも序盤からバリア、マバリアを使えることに意味があるよな。そうよ。高い消費 MP に見合うだけの効果があるわね。さて、ビーチプラグを探しに行くとするか。というわけで、入手していないマテリアの効果を序盤に享受できるチート級補助技、マイティガードの紹介だったわ。敵の技には、他の魔法がいらないくらい強力なものがあるって分かったけど、消費 MP のことを考えると実用的じゃない気がするんだが、
そうね。ホワイトウィンドもマイティガードも、序盤で使うには消費 MP が多いのがネックだわ。ゴールドソーサーあたりから使えるのは魅力だけど、序盤じゃ何回も叶えられないだろ。ケット C が仲間になったあたりだと、育て方にもよるけど、MP は150ないくらいかな。それじゃあ、MP を56も使うマイティガードなんかは2回しか使えないぞ。魔法マテリアのような回数制限はないけれど、結局 MP が足りないから同じことよね。エーテルは1個1500ギルもするし、高すぎだろ。そんな MP の悩みを解決してくれる敵の技があるわよ。え？そうなのか？というわけで、次はマジックハンマーの紹介をするわ。それ、5でも出てきたな。7では、モンスターから MP を100も吸収する技になっているわ。おお、アスピルみたいな技なのか。MP が少ない敵は100以下しか吸い取れないけど、空対以降は最大 MP が100以上のモンスターが多いから、かなり使えるわ。すごいすごい、これで MP を気にせず敵の技を使えるな。ええ、こまめにマジックハンマーを使っておけば、エーテル代の節約にもなるわ。ただし MP0 の敵には意味がないから注意してね。キル節約もしつつ強力技を無限にかけられる。永久期間かよ。敵の技だけじゃなく、MP の消費が激しい召喚魔法や上位魔法を使う時にも役に立つわよ。最強じゃないか。これをラーニングするのと同じくらいの時期に、MP 吸収マテリアも手に入るから、どちらも使うことでさらに MP には困らなくなるわね。そういえば、どこで覚えられるんだ？ウータイエリアにいる足切り層からラーニング可能よ。マンドラゴラみたいなやつか。そんな技使ってきたかな？操らないと使わない技なのよね。じゃあこいつからラーニングできるって気がつくの難しすぎないか？そうなのよ。しかも、ウータイに行くのってユフィーにマテリアを盗まれた時だから。操るマテリアなんてあるわけない。イベント後にマテリアは取り返せるけど、そのままウータイエリアから去る人が大半だろうから、初見で気づくのは難しいでしょうね。早く次のエリアに進みたいもんな。だけど、覚えてしまえば中盤はかなり楽になるし、あのルビーウェポン戦でも使えるわよ。あ、初見殺しモンスターを紹介してもらった時に教えてもらったな。覚えていてくれたのね。ナイツ・オブ・ラウンドのカウンターとしてアルテマを放ってくるけど、あらかじめマジックハンマーで MP を削ることで、アルテマを打たせないようにできるわ。こんな場面で役に立つとはな。あとはキャリーアーマーの強力な全体攻撃、ラティスレーザー封じにもなるわ。機械なのに MP でレーザーを打ってたのか。終盤はエーテルターボが有り余っているから出番はなくなるかもしれないけど、状態異常耐性のあるボスに対しても、沈黙の代わりに使えるから優秀ね。これも早くラーニングしに行かなきゃな。というわけで、MP 問題を一発で解決してくれる上、沈黙としても使える、マジックハンマーの紹介だったわ。次は、雷属性の攻撃技、トラインよ。あ、これは私もラーニングしたぞ。あら、ラッキーだったわね。え、なんで？だってこれ、実はレアな敵の技だからね。そうだったのか？この技はマテリアキーパー、鼓動、スキル部からラーニングできるんだけど、結構いろんな敵から覚えられるのに、なんでレアなんだよ？すべてボスと期間限定ダンジョンのモンスターだからよ。ん？つまり？ボスは倒すと二度と戦えないし、ガイアの絶壁もクリアしたら二度と入れないわ。あ、そうか。他の敵の技は雑魚敵からラーニングできるから、忘れてても終盤で覚えられるんだけど、トラインだけはどうやっても覚えられないのよ。それはレアと呼んでもいいかもしれないな。まあ、敵の技さえ装備していれば、基本はマテリアキーパーから覚えるでしょうね。私もそこで覚えたと思う。でも、そんなに強かったっけ？これは、雷属性の全体攻撃をする技なんだけど、全体化したサンダラの 2.5 倍ほどの基礎攻撃力なのに、消費 MP はサンダラより低いのよ。なんだそれ、神コスパじゃん。サンダラの基礎攻撃力は20。全体化すると13くらいになるから、基礎攻撃力34のトラインの足元にも及ばないわ。なのに消費 MP は少ないとか、設定ミスか何かかよ。サンダラは消費 MP22 で、トラインは20。どちらを使いたいかは明白ね。うわぁ、使えばよかった。低燃費で全体攻撃を繰り出せるから、雑魚敵一層に持ってこいよ。ボス戦でも重宝するよな。ええ、終盤でよく戦う機械の敵は必ず雷属性が弱点だから、連発すれば楽に倒せるわ。終盤なら、もっと強い雷属性の攻撃がありそうだけどな。サンダラは基礎攻撃力64と強力だけど、全体化すると43程度なのよね。消費 MP は52もあるから、トラインを2回使った方がダメージが出るしコスパもいいわよ。攻撃力34が2回だから。本当だ。敵の技の中にも、マジカルブレスという上位互換のような強い技があるんだけど、炎、霊気、雷の3属性複合攻撃だから、どれかの属性を無効、吸収する敵には使えないのよね。属性が多いことで、逆に使いづらくなったパターンか。そう思うと、トラインは実にシンプルに威力を発揮できる、かなり優秀な技だと思うわ。なるほど。
攻撃力が強ければいいってもんでもないんだな。でもマジカルブレスは攻撃力が77もあるし、使いようによっては非常に重宝するわよ。まずは敵の属性を調べることだな。というわけで、高コスパと高威力の雷攻撃で終盤まで大活躍、トラインの紹介だったわ。次はラーニング時期が悔やまれる、天使のささやきを紹介するわ。いかにも癒してくれそうな名前だな。大正解。だけど、今までの回復魔法とは一線を画す、最強の回復技なのよ。ハードルを上げすぎじゃないか？まず、単体の HP を完全回復するわ。そしてほとんどの状態異常が解除されるのよ。フルケアと S なの同時掛けか。確かにすごいけど単体だし、最強と呼ぶにはパンチにかけるな。これだけじゃないわ。かけた相手が戦闘不能だった場合、アレイズがかかるわ。相手が瀕死だろうが戦闘不能だろうが、HP が完全回復するってこと。全言撤回するぜ、これは最強だ。バトル中に回復させようとするも栄翔が間に合わずに戦闘不能になって、回復が無駄になった経験があるでしょ？あるある。そんな場合も無駄にならずに HP が完全回復するから、この技は画期的だと思うわ。だけど、そんなすごい技は MP の消費量も半端ないんだろ？それが、50だけなのよ。50？ どうなんだろう、目安が知りたいぞ。HP を完全回復するフルケアと、完全蘇生のアレイズは消費 MP が100かかるわ。じゃあ半分で済むってこと？さらに S なのおまけ付きよ。コスパがいいどころか、バランスブレイカーだぜ。それがバランス崩壊とまではいかないのよ。なんで？回復やフルケア、蘇生だって必要なくなるだろ？バランスを壊せない理由は、そのラーニング時期ね。いつ覚えるものなんだ？今まで教えてもらった技は、序盤に覚えられるものが多かったけど。これは、ラストダンジョンでのラーニングなのよ。ラスダン。しかもラストダンジョンの後半だから、通常プレイでの恩恵はないに等しいでしょうね。後半って、使う相手はラスボスくらいじゃないか。遅すぎるわよね。最強の性能なのに、ほぼ出番がなくクリアだなんて。せめてラストダンジョンの直前だったらな。また、全体化できないというデメリットもあるわ。二人倒れている状況だと、ちょっときついぞ。その場合はアレイズの全体化や、召喚のフェニックスがいいでしょうね。MP の消費は激しくなるけど、耐性の立て直しが急務だもんな。そうね。また、終盤以降ではファイナルアタックのマテリアがあるからより影が薄くなるわ。ファイナルアタック？装備したキャラが戦闘不能になった際、組にしたマテリアの魔法などを発動するのよ。じゃあフェニックスと組にしたら、天使のささやきはお役御免じゃん。そうなのよね。それもあって、ラーニング時期が惜しまれる技でもあるわけ。ぐぬぬ。性能自体は最強なのに。というわけで、アレイズ、フルケア、エスナを同時にかける最強の回復技、天使のささやきの紹介だったわ。次は、ファイガを凌駕する炎攻撃技、ベータよ。ベータ？はて、どこかで聞いたような。多分マリサもお目にかかったことがあるわね。なんだろう、思い出せそうで思い出せないな。これは、ミッドガルを出てすぐという序盤でラーニング可能なんだけど、本当に最初だな。そんな早くから覚えられるにもかかわらず、ファイガの全体化より威力が高い技なのよ。はぁ、びっくりよね。ファイガの基礎攻撃力は64もあるけど、全体化すると42に下がるでしょ。ああ、それが攻撃魔法最大のデメリットだよな。対してベータは基礎攻撃力54で、初めから全体攻撃よ。強すぎる。この後運搬船で入手するイフリートなんて、基礎攻撃力27だから目じゃないわ。でも他の敵の技同様、強い代わりに消費 MP がかさむんだろ。イフリートの消費 MP は34、ベータは35よ。1しか変わらないのに倍の威力なのかよ。おかしいだろ。本当におかしいわよね。ファイガも50に消費するから、全体化するならベータ一択よ。いやいや、そんなのが物語の最初でラーニングできるとか、どうかしてるだろ。あれ？でもどのモンスターがそんな強力な技を持ってるんだ？序盤だし、弱い敵しかいないよな。あら？忘れちゃったのかしら？なんだ？ミドガルズオルムよ。ああ、そうだったー、思い出したぞ。湿地帯で襲ってくる台じゃね。これを食らったらほぼ全滅だったわ。おいおい待て待て、ってことは初見でラーニングなんて不可能じゃんか。そうなのよ。とんでもなく強い技だから、序盤で覚えさえすればその後は無双できるんだけど、それがなかなか難しいのよね。難しいどころか無理だって。初見では正直厳しいわね。なんだよ、結局ある程度まで進めないと使えないんじゃないか。期待しちゃったぞ。でも早い段階でラーニングする手がないわけじゃないわ。どうやってベータを食らいつつ勝つんだよ。
レベルを上げまくればそりゃ勝てるだろうけど。まず第一の方法は、コスタデルソルで炎の指輪を手に入れ、バギー入手後に戦う方法よ。炎の指輪、持ってたかな？これは、序盤ではレアアイテムなのよね。本来なら終盤にミディールで買うものだけど、実はここで入手できるのよ。終盤のアイテムなのにここで拾えるのか？どこにあったんだ？別荘の地下よ。別荘。30万ギルもするやつか。あそこの地下室にある宝箱に入っているわ。別荘を買わないとダメなんじゃないのか？買わずとも入手はできるのよ。全然気がつかなかったぜ。どんな性能なんだ？なんと、炎属性の攻撃を無効化するわ。無効？そんなすごい装備がこの時点で。これさえあればベータを食らっても装備したキャラは生き残れるってわけ。うおー、ラーニングできる光が見えてきた。だけど、コレルプリズンをクリアするまでジュノンへは戻れないのよね。なんだよ、一刻も早く戻りたいのに。バギーを手に入れたらすぐに運搬船でジュノンへ戻って、湿地帯へ行きましょ。ま、その頃にはレベルが20はあるだろうし、初見よりは苦労しないか。そして第2の方法は、属性マテリアで炎耐性をつけて、毒で弱らせつつ戦う方法よ。以前、軽く触れてたな。全員の防具に炎プラス属性を装備し、悲しい状態にして、少しは耐えられるわ。わぁ、自利品で頑張る戦法か。なりふり構っていられないからね。全員高列に下げることも忘れないで。そしてバイオを打つのか？バイオで毒状態にさえすれば、あとは勝手に弱っていくわ。長期戦必死だな。ミドガルズオルムは、HP が1500を切った後に一度だけベータを打ってくるから気をつけて、覚えとくぜ。ただ、HP2000 を切る攻撃をしたキャラはカウンターで戦闘から離脱させられるから、敵の技装備中のキャラが離脱しないように、HP をまめに確認するよう注意してね。難易度高そうだけど、ここでラーニングできたらその後パラダイスだから頑張れそうだぜ。パラダイスどころか、強すぎて封印するまであるわ。両方容量は守らないとだな。というわけで、頑張りさえすれば長序盤で全体炎攻撃無双ができる、ベータの紹介だったわ。ふう、とんでもない技ばかりだったな。あら、まだ紹介は終わっていないわ。もうさすがにないだろ。それが、オリジナル版にのみ存在したすごい技があるのよ。ベータよりすごいってか？ほんとかなぁ。というわけで、最後にチョコボックルを紹介するわ。チョコボックル？チョコボからラーニングできるとか？その通り。ミッドガルを出てすぐのグラスランドエリアでラーニングできるのよ。これも序盤なのかよ。でも、名前的に弱そうだな。普通にプレイしてるだけじゃとっても弱い技で、下手したら1ダメージも与えられないわ。全然ダメじゃん。というのも、この技のダメージ算出方法が変わっているからなのよ。どんな風に計算されるんだ？技使用者のレベルかける、戦闘から逃げた回数よ。お？逃げた回数？レベル20で10回逃げていれば200ダメージ、50回逃げていれば1000ダメージね。ってことは？気がついた？500回逃げれば9999ダメージよ。ただバトルから逃げるだけで？すごくないか、これ？消費 MP もたったの3だし、とにかく逃げながら進めばいつの間にか最強技に育っているわ。すごい。すごいけど、レベルが上がらないし、育ちきるまではボス戦で苦労しそうだな。低レベルの縛りプレイでもない限りは、ある程度レベルを上げた方が無難ね。だけど、逃げるだけでカンストダメージは魅力すぎるぜ。早速チョコボに会いに行こう。待って、チョコボックルは、チョコボならどれでもラーニングできるわけじゃないわ。ん？特定のチョコボだけなのか？そう。4の倍数のレベルのチョコボのみしか使えない技よ。なんで？この技は、レベル4自爆に対するカウンター技だからね。ちょっと話がややこしくなってきたぞ。まず同じグラスランドエリアにいるムーから、レベル4自爆をラーニングする必要があるわ。面倒だな。しかも、ムーはなかなか自爆を使わないのよ。操っても出せない技だし。根気が必要ね。ちょっと心が折れかけてきたぞ。無事ラーニングできたら、次はレベル16のチョコボが出るまでエンカウントを続けて、苦労しそうだけど、出さえすればこっちのもんだよな。エンカウントできたら、ミメットの野菜を3つ与えるわ。レベル4自爆を使うだけじゃダメなのか？チョコボはすぐ逃げてしまうから、食べ終わるのが遅い野菜を与えて足止めする必要があるのよ。なるほどな。食べている間を狙ってレベル4自爆を使えば、晴れてカウンターのチョコボックルをラーニングできるわ。正直、今まで紹介してもらったどの技より手間がかかるが、頑張る価値はありそうだぜ。マリサには恩恵のない技かもしれないわよ。なんでだ？はじめに言った通り、これは通常版でしか威力を発揮しないからね。私がプレイしているのはリマスター版だが、インター版以降は、あまりのチート級の強さに修正されて弱体化したのよね。そんなのありかよ。単純に逃げた回数のみがダメージになる仕様になってしまったわ。
なんだよー、逃げまくってカンストしてみたかったなー。というわけで、頑張れば長寿版にカンストダメージまで可能な、チョコボックルの紹介だったわ。いやー、とんでもない技の連発で、敵の技を使ってなかったことを後悔したぞ。セブンはそもそも大ダメージを出せる攻撃が目白押しではあるんだけど、序盤から上位魔法よりダメージを出せる技なんかは、敵の技ならではね。ベータなんて、ストーリーの最初にラーニングしちゃったらゲーム性が崩壊するぜ。敵の技以外のマテリアを封印したプレイも楽しめそうだわ。今後挑戦してみようかな。さて、それじゃあ今回はこんなところね。そうだな。このチャンネルでは、FF シリーズに関する様々な情報を紹介しているから、もし動画を気に入ってくれたら、高評価やこのチャンネルを登録していってもらえると嬉しいぜ。今後も動画を公開していくから、よかったらチャンネル登録に加えて通知もオンにして新着動画も見てね。ここでは FF シリーズに特化した内容になってるけど、他にもロマサガやドラクエシリーズだったり、いろいろなレトロゲームの情報を発信しているチャンネルもあるから、概要欄から見に行ってみてくれよな。それと、動画制作を手伝っていただいているチャンネル様の URL も一緒に載せてるから、ぜひ応援してね。時々チャンネルでアンケートを実施してるから、よかったらそっちも答えていってくれよな。最後に、いつも楽しくコメントを読ませてもらってるけど、動画制作の力になるから今回もよろしくね。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。